皆さんおはこんばんにちは、パラカルタのおさちです。今日は唐揚げくんをいろいろ買ってきました。4種類しかなかったんですけど、とりあえず家から一番近いローソンにある唐揚げくんを全種類買ってきました。今日12月12日から来週の18日まで唐揚げくん増量中だったんですよ。なんで全部6個ずつ入ってます。ラッキー。まあ、基本は定番商品ばっかりなんですけど、買ってきたのが唐揚げくんブラックホール味で、こちらが唐揚げくんレギュラー、唐揚げくんレッド、そして唐揚げくんチーズの4種類でーす。じゃあ早速いただいていきたいと思います。じゃあまずはこちらから、唐揚げくんブラックペッパー味。じゃーん、見てください、この真っ黒ないでたちを。香りは普通に唐揚げくんなんですけど、なんだろう、イカスミ、竹スミ。いただきまーす。ブラックホールってこんな味なんですね。なんかすっごいブラックペッパーが効いてますね。なんかピリッとするかなり強烈なブラックペッパーで、まだ舌の上に残ってます。何が使われてるんですかね、この黒さは。衣はやっぱり竹炭とイカ炭で両方で色付けしてるみたいですね。でも全然なんかその変な匂いとかは一切ないです。中はこんな普通の白い鶏肉なんですけど、かなりブラックペッパーのちっちゃい黒いつぶつぶがたくさんいて、かなりスパイシーですね。じゃあ次、唐揚げくんレギュラー。はい、もう皆さんこれはおなじみの唐揚げくんですね。唐揚げとチキンナゲットのいいとこ取りな感じですよね。衣は結構薄めで、でも中はジューシーみたいな。なんか唐揚げって衣が変に厚くて、中がちょっとお肉が少しとか、なんかチキンナゲットはパサパサしてるとか結構あるんですけど、これは衣が薄くて、中はジューシーです。すっごく美味しいですね。もう何個でも食べれる。じゃあ次、唐揚げくんレッド。鶏の味。この子はメスですかね。まつげがすごいピュンってなってますね。はい、なんかカメラでちょっと伝わるかわかんないんですけど、やっぱり赤いですよね。レッドは辛そうです。うん、辛い。辛い。さっきのブラックペッパーはもう最初からピリって感じだったんですけど、やっぱ唐辛子系なんで、こうじわ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 膨らんでいく感じの辛みですね。唐揚げくんレッドって結構辛いんですね。でも病みつきになりますよね。これが6個もあったらもうパク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 食べちゃいますね。じゃあ最後、唐揚げくんチーズ。なんか今までのひよこたちに比べると一番ちょっと年老いてそうな顔してますね。はい、見た目は唐揚げくんと変わんないですね。中にチーズが入ってるんですかね。でもなんか何気に色が濃いかもしれない。私実はこれ初めて食べるんですよね。これはどこにチーズがいるんだろう。衣ですかね。中に入ってるわけじゃないんですね。なんかマイルドな感じでふんわりチーズって感じです。中にチーズが入っててもいい気がしますよね。ごちそうさまでした。はい、今回の4種類の中で私が一番好きだった唐揚げくんはブラックホール味でした。なんか私スパイシーな料理すっごい好きなんですけど、唐辛子系の辛みよりもなんか黒胡椒系の辛みの方が割と好きで、結構唐揚げとかも黒胡椒効かせて食べるの好きなんですよね。あとレモンとか。なんでこれすごい好きですね。ちょっと見た目がね、隕石みたいでちょっと微妙なんですけど、インパクトはありますよね。ちょっとパッケージとか見た目に反してすごく美味しいので、気になる方は買ってみてください。しかも今6個入りですからね。じゃあぜひ皆さんも唐揚げくん作ってじゃないじゃあぜひ皆さんも唐揚げくん食べてみてはいかがですか。今日も最後まで見てくれてありがとうございます。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひぜひお願いします。パラカルタのおさちでした。バイバーイ。